いや皆さんこんこにちはででございますすお元気ですか今日は日曜日結構な晴れなんだけど全然外に出ないまま終わってしまいそうな気がしますね。今日はねあの日曜日なんであの毎週毎週日曜日の夕方夕方というか夜7時からはあのサロン向けの添削配信をやっておりましたね。何、えー、ていうかあの参加した人は分かると思うんだけど独特の空間が。<laughs> 不思議なな空間なんで面白い何て,ていうかこういいとか悪いとかじゃなくて本当に独特であなんかこうさ正直なところこうすごく白熱するわけでもなく画面越しにみんなこうで見てくれてる感じがすごい伝わってくるうちはあの生徒さんってのはこう何ていうの非常にがっちりつながってるサロンだからねだからそ,のそれは伝わってくるんだけど何ていうのかなこう。 俺が一方通行でこうボールを投げてて大丈夫大丈夫っていう感じがちょっとしてしまうところもある。まあ、先生怖いね。先生怖いってないい,いいのかなと思いつつ、あの俺が落差してるもらってる部分も間違いなくあるんでね、えー。そんな感じでございます。いつもありがとうございます。本当ね。えー、今日は一問一答でございまして、そのあそうだサロンの中のお友達からですね、えー、質問があったというよりもツイッターで。 ぼそっとつぶやいいててるの見て非常にかあこれはいい質問だなというか質問されてないんだけど勝手にね勝手にこう横からこうトンビみたいにさらってる感じですけどいいぼやきだなと思ったんで拾わせてもらったんですけどそのまあ被写体さんとかモデルさんとか言って大体被写体さんだよね被写体さん的なことをやってる人と一緒に撮って撮影してる、まあね、その街中とかでポトレ撮ってきてそのそうやって撮った写真と。 そう言って撮った写真を自分がアップしたりその人がアップしたりしたのとその人がスマホで自撮りしたやつでいいね数が違うっていうか自撮りに負けちゃうってやつですねその自撮りたどりで結構違うっていうのはねあまあ面白い問題だなと思うねでまあその前提条件がちょっと違うパターンもあってその同じ写真をその人気のある被写体さんが自分のアカウントでアップするのと カメラマンサイドででアップするのでいいねが全然違うそれもしょうがないそれも拡散力の違いだから単純にそのアカウントに人が集まりやすいかどうかっていうのがほとんどその分かれ目になってくるというかそこがね因子になると思うんでそれはまあいいだろうと思うんだけど自撮りそ例えばその被写体の人のアカウントで同様にアップされているとしても自撮りの写真とたどりの写真でいいねの数が違って例えばそのカメラマンサイドだから僕らはカメラマンサイドが撮って。 どうぞって言ってアップした写真の方が「いいね」が少なかったりとかすると「わ」ーってなるわけですよ。あーあーんー大,丈夫大丈夫でしたみたみいなな感じになるのねで人間他人同士ですからその仮面をかぶってしか社会は生きられないのでペルソナをかぶってしか生きられないのでその他人が言うことが別にその人のことを嫌ってるとかなんとかその悪い人だと思ってるんじゃなくてもその被写体さんが「あすに撮ってくれてありがとうございます」ってもし言ってくれたとしても「本当に?」っていう。 のは、ね、あるわけですよ信じ込める人ある意味幸せだけど逆にやばい人なのでそういう人ってね。あのー、そうやってなってくるとこ疑心暗鬼になってこ俺はこれでいいんだろうかってなるねこれでもねみんなその写真撮ってる人間はみんなそうなると思うし俺も当然そうだよ。もう最近おさんになって40代もねもう,もうすぐ後半に入ろうかって言ってだんだんふてぶてしくなってきて。その ななんていうのかな経験もねもちろんいろんな人とそのフォトセッション的にやらしてもらったおかげでああってな納得した部分があるので今日そのお話をしようと思って,てベースとしてはねそこ悩んじゃった方がいいと思う悩まないと成長がないので、えー、悩んでしまうべきだとは思うんだけどその、ね、俺の納得しちゃった形としては結局自撮りって撮る人の主観の問題でたどりっていうのは客観視でしょだって俺その人じゃないからどうやったって他人を撮ればその人から見れば 客観視した写真になるでしょうそこそこが最大の違いであり見ている人たちっていうのはそのアカウントその被写体の人のアカウントを通じてその人を見ている時にその被写体の人のキャラクターを見ているんだとすればその人の目を通じてその人がこう思ったこれが私いいと思ったんだよねっていう自撮りの方がその人のキャラクターに近いような気がするからいいね押しやすいんだと思うんだよおそらく。だだからなんだろう ね、そのこうやって顔を出してこう好きなことを世間に向かって言わせていただいているとですねその俺のキャラクターが好きって言ってくれる人もいるのねその前なんだろうそのどんなお酒飲みますかとかねそういう質問も来て別にそうい俺答えても面白くないだろうと思うから全然特に答えないんだけど読んだ本の話ぐらいしかしてないし最近は本読んでないからね全然本ん読めなくて3対2が途中で止まってるぐらいの勢いだから、まあいまに細かいの読んでるけどね。 っていう感じななので全然本が読めそれって俺写真の話どころかまあ大体カメラの話になっちゃうでしょ YouTube だと。カメラの話から飛び越して俺のキャラクターに興味を持ってくれてるっていう人もいたりあと面白いのがさっきサロンの話出たけどサロンでオンライン配信オンライン添削配信をやってたりするじゃないそうするとその大体晩飯時だったりして生徒さんがまあおじさんですよ大体が。生徒ささんんのおじさんが飯食う時に 配信見るわって俺もこう添削出してるからちょっと一緒に見るわって言ってその奥さんとかが一緒に見ててくれてたりすることがあるんだってでたまにねそのリアルであったりするとあの横から「いつも見てるんですよ」とか言って「見てんの?」っていう感じでこっちからすると「ごめんね」って何かそんなそんなねその写真カメラやってない人にそんな面白いかなと思う風なのであのもし俺ね企業セミナーとかどうって言われたことあるけど企業セミナーとか呼ばれたら。 も,もっとこう写真撮らない人向けに写真を撮る人間はこうで写真の世界こうで写真を撮らない人との共通点を見出して何かねこうソリューションをそれこそ提案していければいいねみたいな考えていければいいみたいな切り口にすると思うんだけどもうだって身内だからサロン内はずっと写真のもうなんていうのサッカーのさ 動画とかですすごいスーパープレーだとかって見ててあすごいんでしょうねと思うんだけどこの人たち一年中球蹴ってるんだなとかさ一年中球を蹴ることしか考えていないんだなっていうかちょっと恐ろしい部分があるんででも世の中ってそれでできてるから当然なんだけど翻ってこっちはもうずーっと一日のうちのもう最低でも3分の2は写真撮ることしか考えてないわけで異常者だよね。異常者が世世の中作ってるんんでいいいだけどそういう世界を その写真やってない奥様とかが見て大丈夫ですかってねこ,うこっちが心配になっちゃうんだけどでもそういうところを通じて俺のキャラクターに興味を持ってくれる人もいるらしいっていうのをねその直接聞いてああそうなんだってあ,りありがたいなすらよくわからないんだけどそれってなってるとこうその何て言うんだろう俺が撮った写真を例えば出した時にまず猫ちゃんの写真を例えば猫ちゃんの写真を出した時に。 その誰ががっったか問題っていうのが乗ってくるわけですよコンテクストとしてねつまり同じ猫を同じように撮ったとしても技術的な違いを抜きにして技術的な抜き違いを抜きにして考えた時にその例えばパクリ問題で俺が撮った猫の写真だって言って俺が出すのと例えばなんだろうもっと大人気の芸能人が俺の写真を例えばどっかからパクっていってアップした時でいいねの数絶対違うじゃん。そそれっっってての人ががったっていうコンテクストがあるから 前提があるからいいねが押しやすいんだよねきっとね訪れる人数が多いのも確かだろうけど芸能人とかだったらもうそれに加えて押しやすくなる率っていうのも多分上がってると思うの,そのインプレッションっていうのあのそのアカウントその写真を見られた数に対していいねを押す率っていうのも多分違うと思うのなんか YouTube だとチャット率っていうのが出るのね YouTube の配信やってると全く気にしないんだけどその訪れてその配信に訪れた人とチャットで発言した人の率を見せてくれてる らしいんだけど他の数字に興味ないからねあんまあん全然見てないんだけどそういうことらしくてまあねマーケの人はそこの率をすごい気にするんだと思うけどっていうことを考えていくと結局その例えば被写体の女の子がいるとしたら被写体の女の子のアカウントで自撮りに「いいね」がつきやすいっていうのはその人のキャラクターにお客さんがついてお客さんってねうまい言い方あれですけどお客さんがついている場合はやっぱり自撮りの方がそもそも「いいね」がつきやすい。 ののがが多いいだろううなっていうのが第一ですよでその上で「たどり」ってやつだね他人が撮った「たどり」っていうカメラマン我々が撮ったよ写真っていうのは客観視したその子だからそその冷酷にその人のに人見た目でで勝負しちゃうわけですよだからその何て言うんだろうその人の顔が写ってればその人のキャラクターとある程度は紐付づけられると思うんだけどそのよく言うあの何一番エッチな写真って。 その女の子が「洗面所とかで自撮りしたい写真が一番エッああまあそのねフェチ界隈の人たちと話すと何がエッチで何がエッチじゃないのか」って話題になったりするんだけどそういう時ってあまあ確かにそうかも、まあ、一番近い感じがして一番他者の存在を感じさせない他者のフィルターを通ってないっていうことだからそれはまあ確かに一番近い感じがして一番こうこれエッチだとかその子のキャラに近いような気がするっていうのでそのまあ男性のファンか女性のファンか知らんけどね。 いいいいいがつきやすすででであろろううこことととはは想像にくないなというところまわかるんですよだから俺が納得したのはそこでああって俺が取ったらその人はもう他人から見たその人になっちゃうから結局俺から見たその人だそのよその男の匂いがするっていうアイドルのファンとか言うらしいんだけどアイドルのさごめんまだ今日なんか余談が多いんだけどすごいいい質問だから俺も盛り上がっちゃってさ。その 最近、ね、いろんな写真をネット上でアイドル写真とかグラビア写真とかブワーってずっと見てるの、まあ、今ただで大量に見られるじゃん検索とかすると。大量にブワーって見てどういうお肌の描写をしてるんだろうっていうのすごい見てるんだけどその声優さんの写真って撮っっててる人間の存在を頑張って消すんだよねだから例えば著作権上なのかそのギリギリクレジットをつけなきゃいけないから写真集を発売するっていう時に記事のそのなんていうのを。 ななんろうその記事の端っこに「まあ、撮影だれだれ」っていうふうにクレジット入れないとねいけないからっていうんで入れてたり写真集の,そのプロモーションのインタビューの時にもその,その記事のよく探したりすると例えばその表紙の書影のところにこうね「撮影だれだれ」っていうのを見て確認できたりするけど検索で引っかかるテキスト情報ではインタビュー中になかったりとかするわけよ。でそれってグラビアアイドルいわゆるねグラビアアイドルの人と声優さんで言うと。 声優さんのフ,ォンファンの人たちの方がより声優さんに近づきたいその声優さんのキャラクターによりその近いところに行きたいっていうかその部分なんては分かるよねきっとね。っていうファンの人が多いからおそらく誰が撮ったかっていう視点を文字で見えちゃうと検索できちゃうじゃん。でんとかさんっていうのを検索すると「この人はカメラマンの人が撮ってるんだ」ってこうこのなんかこう何て言うの露出とか高い。 状態でこうなんかこうホテルの部屋っぽいところとかリゾート地のなんかこう寝そべってたりするところに男がカメラマンカメラマンがカメラ持ってっていうふうに結びついてしまうんだろうねおそらくだからねものすごい巧妙に消してあるしインタビュー中にも誰が撮ったかって出さないし可能な限り誰が撮ったっていうことを出さずまるでドローンが自動操縦で撮ったかのようなその情報量にその誰が撮ったか情報をね減らしてあったりとかするわけよ。そういうういいのの見るとあやっっぱだから声優さんっていうのはグラドルよりも やっぱそういう風なファンの人が多いからそっちに向けて最適化してるんだって非常に感動的な発見が最近あってそれがね写真の撮り方にも影響出てるで面白いもんだなと思ってだからその何写真を撮って被写体さんと一緒に写真を撮りましたでその人の自撮りに対してそのカメラマンまあまあおじさんですよ我々ねおじさんが撮った写真がいい願いよりつかないんだとするとそこの部分で分かれていると思うので。 えー、気にするべきなのか気にするべきでないのかは知らんそれはみんなが自分で考えるといいと思うよ。俺は気ににしない別にうんこっちはこっちです特にさ仕事じゃなければ KPI とかそういうの別にないからその自分の目標が達成できるかどうかっていうのが目標特に俺技術に偏ってるからね。っていう風なので皆さんもそれぞれの目標を持って ね、その被写体さんの姿形をお借りして写真撮るっていう風にやってれば別に気にしなくていいんじゃねえのっていう風に思います。あ,あと最後にそのよく思うんだけど自撮りの写真がいいねが多いんだったら自撮りの写真だけでいいねいいんじゃないのっていうのも一つのその何て言うか身の処し方として全然 OK だと思うのね。っていうのはいいと思うんだけど。 そのオフィシャルな写真があるかどうかっていうのは人によってはすごく気にしてる人もいてそ,のそういう写真をきちんと撮ってくれるちゃんと技術を持ったカメラマンさんの人に撮ってほしいって言ってくれる人もいるのよ。じゃないと我々カメラマンは仕事がなくなっちゃうわけで,でもうそれって結局純第三者かららの客観視点で撮られたたきちんとしし写真が欲しいそれを見せるべき相手とビジネスがしたいっていう発想でその人がいてくれてるっていことだから。 俺はまあカメラマン的には本当にありがたいなと思うしそういう発想でい,いてくれる人がいるっていうことは素晴らしいなと思うし世の中全体がそうなっていったらカメラマンも仕事増えちゃうよねっていうふうに思うんでだからもう本当に仕事であっても仕事でなくても主観客観の問題プラス、まあ、自撮りたどりね主観客観の問題だしそれをその人の周りのお客さんがどっちを求めてるかによって変わってしまうものなので我々,我々というか私のそのなんていうか領域の問題ではないなっていうふうに思っちゃった。 まあでもこの話を聞いてこ,これをそのままそれで開き直るのもどうかと思うから悩んだ方がいいよっていうことでございまして人が悪いですけどねいい質問でしたいい質問を横からかっぱらったんだけど横からかっぱらうぐらいいい疑問だった。またね